皆さんこんにちは、エビチャンネルです。先日の寒波で暴風が吹いたので、こちらのタワーのヤギアンテナがちょっと歪んでいます。今日はそれを修正しにタワーの方に登ってみたいと思います。それでは早速登ってきます。久しぶりに登るんで結構ドキドキします。よいしょ。今ちょうど屋根の部分まで登ってきました。そういえばこちらの GP の方もちょっとクロスマウントの部分が歪んでるので、よいしょ、グッと動いたけど、大丈夫かな。よいしょ。結構ねきついっすね。腕がパンパン。はい、なんとか、よいしょと、登ってきました。結構傾いてますね、これ。よいしょ。これをつけてと。ここね、こいつもちょっとどっちがどうなんや。よいしょ。こちらの方に結構止まったかな。ビスがもう
近所の犬が吠えてますが、怖いね。結構揺れるんで怖いです。ビクともしない。これでね、多分前よりかは良くなるんじゃないかなと思いますが、はい、よいしょ、はい、なんとか。テープが今度上がってテープを巻き直しに上がります。結構風でテープがね朽ちてきてますね。はい、タワーからの眺めはこんな感じです。あちらが先日、つけた CP6。 はい、それでは降りていきます。よいしょよいしょ。かなり揺れるから怖いね。コントロールケーブル大丈夫かな、よいしょ。
もまし締めせんといけんね。はい、ちょっとこれ真ん中のやつが振っとるけどもうしょうがないな。これはまたいずれ考えましょう。ちょっと行き過ぎたね。タワーを立てるのは、無線化の念願ですが、こうやって維持するのは意外と大変ですね。はい、よし、それじゃあ降りてきます。はい、ということで降りてきましたが、とりあえず今日はサンエレのヤギがちょっとね斜めになってたんで、とりあえずの応急処置をしに上がりましたけども、またいずれ大掛かりなメンテナンスが必要だと思います。もうちょっとねあったかくなってからそれはやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローも